ですね。ここは結構でかいかもしれないですね。これ関東麺の器なんですか。これ関東麺、はい、バケツって言われますよ。バケツって言われますよ。サワーライスを入ってます。ボリュームがあるあります。でかくてびっくりしたんですけど、はい、まあ嬉しいサイズ感。ではうちの祖父の代から57年目ですね。もう高校生ぐらいの時から離れてるんで10年ぐらい、一回辞めるってなってたんですけど、めちゃめちゃ美味しい。大体週1ぐらい。からなんか使命かなと思って。お店はどれくらいやられてるんですか。店ではうちの祖父の代から、おじいちゃんの代からやってて、今57年目ですね。2年前に移転してたんですけど、それまでは黒船商店街の中通りのアーケードの中で。ああ、はいはいはい。まさお父様のお店で働いてたんですか。なんか説明するとややこしくなるんですけど、はい、まあ、父親は10年くらいやってたんですけど、僕が小学校ぐらいの時に離婚してるんで、その時にもう辞めてるんで、おじいちゃんの時にやってました、ね。2階もあるから結構広いですよね。いや、席数はそんなにないです。30席ないです。28か。全然あった。あった。あ、なんかあった。とかあったらどうする？これだけ？マサは今おいくつなんですか。27です。あと2日で28になります。これは何用のお肉？関東麺とかに使うやつ。あ、糸仕入れる。そうっすね。それはバラ。これバラっす。うちバラしか使ってないっす。八百屋もう来ると思います。レシピとかはおじい様のお店のもの。そうっすね。多少変えたのもあるんですけど、大体基本は、はい、向こうの店から移転っていう形なんです。じゃあもうほぼほぼ引き継いで。そうっすね。卵は取れてもらっていいですか。まもなく到着します。店で働いてたのは何年前ぐらいかなんですか。もう高校生ぐらいの時から離れてるんで10年ぐらい。一回辞めるってなってたんですけど、おじいちゃんも認知症で、もともとやってた上の人が怪我して帰ってきて、僕も辞めるってなってたんですけど、そこからなんか
使命かなと思って。ついここに壁に描いたんですよ。そうですね。この白菜は何用の白菜ですか？これは関東麺とか、はい、中華丼とか、五目野菜ラーメンとか、そういうやつです。はいはい。先週とか台湾行ってきて、旅行券とかいろいろ食べて。油かすかけちゃった。それ刺してるよ。でもね、すごい汗かくから、皮がね、硬いのがいい感じになって。これでいつもの半分の量、半分ぐらい、今回半分の量でやってる。熱くなってくると半分の量で傷んじゃう。でも斜めで、本当に楽になったよね。ジェジャ大変だったもんね。1個これでガチャンで1秒でできちゃうんだから、早いよね。手で手になってるね。日によるとは思うんですけど、お客さんは結構入りますか？そうですね、並びます。並ぶぐらい、はい、客層はそうですね、本当にバラバラですね。アーケードの時はお年寄りの方が歩かれるんで、この町結構お年寄り多いんで、アーケードの方なんかだともう大体お年寄りばっかなんですけど、こっちに駅前になってから結構ファミリーとか若い方来てくれるようになって。はい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 。青汁飲むんです。
面白いです。健康のために。お味とかどうですか？めちゃめちゃ美味しいです。朝一番に多分来られたと思うんですけど、大体週1ぐらい。お近くに住まれてる。そうです。いつもこれを頼まれてるんですか？このメニュー。これか、あと札幌です。お味とかいかがですか？美味しいです。安定の味です。いつも札幌。結構来られてるんですか？はい。お近くに住まれててよく来るって感じですか？あ、そうです。
あ。人気なメニューは何があるんですか？人気なメニューは、担当麺とか、味噌ラーメン、札幌麺って言うんですけど、あとチャーハンとかも出ますけど。一番人気の漢方麺で、いつもこれなんで、これが一応一番人気って言われて、はいはい、一応今食べたら赤いシャツのやつが自分の弟なんですけど、はい、だからよく食べてるんですか？そういうことなんですね。練習の帰りで、いつも結構帰りでそのまま食べきて家帰って寝てみたいな、うん、そういう。何をされてるんですか？フットサルで、フットサル、はい、めちゃめちゃ熱いです。ありがとうございます。餃子も頼まれた。もうあんま頼まないですけど、ちょっとお腹空いてるんで。そうですね。ここは結構でかいかもしれないです。バケツって言わなかった？バケツみたいな。バケツみたいなやつ。パワーライスを入ってる。はい。それとかめっちゃでかいです。これですか？これ関東麺の器なんですか？あ、これ関東麺。はい。味とかどうですか？よく来るんですか？帰省した時には。ああ、ゴールデンウィークで帰省されたんです。器結構大きいからボリュームどうなのかなって思うんですけど。ボリュームがある。あります。うん、大盛りでーす。
そうでもない。作ってる時はバタバタしてますけど。はいはいはい。これさっきお兄さんと話しました。もう一緒の練習なんで。いつから入ってるんですか。6月で2年目。はい。初めて来ました。初めて。でも、それはどこで？親からの。あ、そういうことですね。あ、そうですね。あ、ボレネックに来てる感じですね。一番人気の広東麺ですね。はい。美味しいです。もうめちゃくちゃ美味いですね。器が結構大きくて、ボリュームどうなのかなって思うんですけど、はい、そこら辺はどうですか？でかくてびっくりしたんですけど、はい、まあ、嬉しいサイズ感でしたら。ありがとうございます。餃子のレシピも全部引き継いでるってことですよね。そうですね、結構でも改良してますけど。ああ、改良してます。うちの餃子は結構、どっちかっていうと肉の方が多め。肉のが多い。多めです。あとニンニクは結構効いてますね。じゃ結構パンチ効いてる肉の餃子、ね、仕込みの時にこの味噌ラーメンの味噌を入れてるんですけど、はいはいはい、それがちょっとポイントかな。結構忙しい時は忙しくて、はい、なんか作業みたいな感じになっちゃうんで、なるべく意識しながらやったりします。うーん、
飛ばいいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。
テイクアウトは全メニューできるんですか？全メニューはできない。あんかけ焼きそば、中華丼、はい、ニラレバとか野菜炒めとかですかね。はい、守りつつ、まあ、横須賀といえば18番みたいなソウルフードとしてやっていければなって感じです。
Dun 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 d